10月10日朝の御言葉「傷のないものとして」ユダの手紙24節この「傷のないもの」という驚くべき言葉を深く考えよ。今私たちはそのような標準にははるかに及ばない。しかし主の愛の働きは完成まで決して止むことがないから。 いつか私たちもその標準に達するであろう。民を最後まで守ってくださる救い主は、ついには彼らを、シミやシワや、そのようなものの何一つない、清く、傷のないものとなった栄光の教会として、ご自身に迎えてくださる。救い主の王冠にあるすべての宝石は、最上の質のもので、わずかの傷もない。子羊の花嫁に仕える者たちは、 全てれなない、清純な乙女である。しかしイエスはどのようにして私たちを完全無欠なものとされるのか主はご自身の知性によって私たちの罪を洗い清め清い天使のように純白なものとされるまた私たちは主の儀の衣を着せられるその儀はそれをまとう生徒たちを全く欠点のない神の目から見て完全なものとする 私たちは神の目から見てさえ火の打ちどころのないものとされるのである。主の立法は私たちを責めないだけでなく私たちの中で高められるのである。さらに私たちのうちの精霊の働きは完全な技をする。精霊は私たちを完全に清いものとし私たちのうちの罪を犯そうとする傾向をも皆無にされる。 判断力、記憶、意志、すべての力、感情が悪の支配から解放される。私たちは神が聖であるように聖なるものとされ、永遠に神の御前に安住する。生徒たちは天国においても金星を保つ。彼らの美しさはそのために準備された場所にふさわしいであろう。ああ、永遠の扉が開かれ、 財産を継ぐのにふさわしくされた私たちが生徒たちと共に光の中に住む時の喜びはどれほど素晴らしいものだろう罪はなくなりサタンは締め出され誘惑は永久に去り私たちは神の前に傷のないものとなるこれこそ誠の天国である私たちはやがて血で現れた群れから湧き上がる永遠の賛美の歌を 喜びを踊りつつ練習しようではないか。そして、ダビデの契約の箱の前における歓喜を真似て、ミザの前における私たちの喜びの助曲としようではないか。